山本放水、十二子のうち、牛、天牛生百8 9 2年、山本放水明治39年11月15日は、明治時代の日本の洋画家、版画家である。海江三年、美濃江奈郡明智村屋市で農業と養蚕を営む、山本ゴンパチの長男として生まれる。本名はタメ倉、タメノスケ、タメジロウ。すでに10歳頃から絵が好きで、絵を見れば、 手当たり次第模写したと、光年放水は改装している。慶応元年十五歳の時ふと手に取った北斎漫画に啓発されて画家を志す。はじめは京都において小高い線の門人、久保田幸恵に難画を学ぶ。そのうち本当に南州画を勉強するため、中国に行こうと明治四年頃に横浜に出てくる。渡航の世話をしてくれる人はなく困窮していると、 諸星、五世田法隆の家の前に飾られていた横浜絵に、生きているようだと感心してその門に入り、南画から転校し洋画を学んだ。当時、法隆の次男、五世田義松は、チャールズ・ワーグマンに絵を習っており、法水もこれに同行して、西洋画に触れる。1873年末には、横浜から東京に移り、1875年頃には、津田線の学能者に寄獣し、 肖像画で一家をなすまでになった。1876年、法部美術学校に入学し、アントニオ・フォンタネージの指導を受けた。翌年退学し、同年の第一回内国官業博覧会に、高等内四月映図を、出品、家門賞を受賞し、区内庁会上げの栄誉を受ける。1878年、かねてより地遇を得ていた、津田線と岸田銀行の圧戦で、 パリ万国博覧会の事務局雇いとして、フランスに留学する。当時のエコールでボザールでジェロームに、絵画技法を学ぶ。ホスイは多芸で料理もうまく、当時の在仏日本人が、日本食を食べたくなると、皆、スイの下宿に行ってごちそうになったという。黒田清ルもそうした一人だったが、ホスイは黒田に画家になるよう強く勧め、法律家志望の黒田を、洋画家へ転向させる。 1887年に帰国。その際当時日本海軍がフランスに注文し、日本に開港する予定だった、巡洋艦ウネビに東欧中に制作した作品が積載された。しかし、同館は、南シナ海で原因不明の消失を遂げ、300点とも400点とも、言われる作品のすべてが失われてしまった。本人は無事帰国を果たし、版画家、 郷田清と共に、ガジュク、聖匠館を主催。教え子に、湯浅一郎、藤島武次、白滝育之助、北連蔵、広瀬勝平などがいる。1889年、松岡久志、浅井正史、小山翔太郎、原田直次郎らと、明治美術会の設立にこぎつけた。法水はほぼ毎回、この展覧会に出品している。しかし、 本人にとっては、黒田清てるまでのつなぎのつもりだったらしく、今に黒田が帰ってくる。そうしたら、日本の洋画も本物になるでだろう。黒田ならきっとうまく、画壇を導いて引いていくよ。このままうま感なんかも黒田に明け渡して、その塾にしてしまって、俺は、万事、黒田任せでやってもらうつもりだ。お天と様が出たら、暗闘はいらなくなるよと語っていた。 1894年に黒田がフランスから帰国すると本当に画塾を黒田に譲り黒田は画塾を天津道場と改めた聖美館から解放された宝水は京都に仏寺博物館を建てそこに油彩画による釈迦の生涯を転換してその入場料で洋画家を志す若者を留学させようと志すしかし借金の保証人には死なれ 詐欺に遭うなど全くの徒労に終わり、今度は大阪に豊臣秀吉像を建て自らの名を残そうとするが、これも実らなかった。東京に戻った法水は日清戦争に従軍、翌1895年2月に帰国している。1896年明治美術会を脱退し、黒田が結成した白馬会にも参加している。晩年の1903年には演劇や歌劇における、 洋風舞台装置の制作を行った。この年、日本人による最初のオペラ公演となったグルック作曲、オルフェウスの上演では、背景画の一部を担当した。1906年11月15日、自宅で脳一血により死去した。万五十六歳没。法名は、松光院、カオルセンス洋子寺、仙学寺に葬られた。 サイレント映画時代の剣劇映画、トーキーの現代劇で活動した俳優の山本、綾三郎は次男である。ありがとうございます。